俺を迎えたのはやる気のない編集長とエロに理解のない営業の宮原さん、そしてたった一人の敏腕編集者藤田さん。しかもこの藤田さんがエロ漫画界では超一流の神マガジン社に引き抜かれていくことが決まっていた。ど素人の俺が採用されたのもうなずける。夏を迎える頃、編集の仕事が一通りできるようになった俺を見届けて藤田さんは去っていった。はあ、この先頼れるのは自分の体一つか。だがここから理想のエロ漫画雑誌が生まれるかもしれないのだ。俺の手で新生コミックボトムの本格始動だ。このボトムをギリギリのラインから安定まで押し上げるためにはどうするか。まずはボトムの看板の綾部アルルこと綾部ハルルさん。絵も内容も確かに悪くはないんだけど、今一つ花とかエロさが足りない。悪い意味で優等生的というか小さくまとまってる。それだけじゃダメなんだよな。次は俺がイベント会場でスカウトしたしましま猫こと市倉美宇ちゃん。あとは乙姫ララこと小田切香織さん。もともと一般の漫画誌やレディコミで書いていたから基礎はできているけど、とりあえず俺が今特に強化したいのはこの3人だな。いや、あともう一人、営業の宮原奈緒さん。エロいことに興味が薄いというか、ボトムを全く売り込めていない。どうするか。よし、まずは基礎力のある小田切香織さんから強化しよう。やっぱり姿だけを見るととてもエロ漫画家には見えないな。主婦というか人妻というか、確か独身だったよな。オリジナルアニメーションディスク、エロ漫画、エッチも漫画もステップアップ。猫耳ブルマに裸エプロン、小田切香織の美味しい召し上がり方変。なるほど。しかし漫画としては手堅くできていると思うんですが、本来あるべきエロこそが足りないと感じます。やっぱりそうですか。それと絵としてもエロいシーンになると描写の足りなさが目立ちます。はいはい、そうですよね。ですから今月はまず絵的な部分から改善していきましょう。はい、よろしくお願いします。男性器の描き方が存在に思えますので、まずは本物を見るのが一番手っ取り早いでしょう。本物ですか？幸いなことに資料はここにありますか。いや、そのしかし仕事のためだけにセックスするというのはやっぱり反対です。エロ漫画のために自分を犠牲にするつもりでしたら俺は賛成できないです。ありがとうございます。私だって初体験はいやいやしたくないです。今の言葉で私確信しました。岡崎さんならきっと間違いはないって。ただその岡崎さんは納得してくださいますか？俺は、はい。あなたはセックスレスで欲求不満が爆発寸前の若妻。そして俺は20歳の大学生。出会って数年、ずっと密かに憧れていますが、結ばれることは完全に諦めています。今回は小田切さんの方から自分へ欲情させるように俺を誘惑してみてください。小田切さん、今月からはキャラのバリエーションを増やしましょう。岡崎先生。なんだ小田切、こんなところへ呼び出して。このところ順調ですね。エロさもどんどん上がってきてるし、アンケートの順位もぐんと上向きです。それで今月はどういったネームにしましょうか？今月のネームは一人で作ってみようと思うんです。一人で？でも今月に限らずこれから先はずっとネーム、いえ原稿もすべて一人で作らせてください。
香織さんには俺が必要だと思ってたのに、あれは俺の思い上がりだったのか。随分と大きなため息ね。どうしたの？白石さん。そんな世界中の不幸を背負ってるみたいな顔しちゃって。もしよかったら、今からここで二人だけのプチ飲み会でもしない？きっと気分が晴れるわよ。香織さんは今一人でやってる。一人を選んだ。先に拒絶したのは香織さんだ。だから、今日はとことん付き合いますよ。俺は、誰かに必要とされたかったんです。彼女も、俺の仕事を喜んでくれて、嬉しかったのに。ああ、すいません。変な話しちゃって。ねえ、こっち座って。え？小田切さん？今出て行った人、白石さんとセックスしてたんですか？え、その。私、もう、書けません。さよなら！小田切さん！その事実を前にしても俺は、何の感情を抱くこともなかった。香織さんには俺が必要だと思ってたのに、あれは俺の思い上がりだったのか。随分と大きなため息ね。どうしたの？白石さん。そんな世界中の不幸を背負ってるみたいな顔しちゃって。もしよかったら、今からここで二人だけのプチ飲み会でもしない？きっと気分が晴れるわよ。香織さんは今一人でやってる。きっと今も頑張って原稿を書いてるはずだ。白石さん、ありがとうございます。でも大丈夫です。それにまだ仕事も残ってますし。そう、残念ね。寂しくなったらいつでもおいでね。小田切さん？どうしたんですか、こんな夜更けに。遅れてしまってすいません。今月分の原稿です。一刻も早く岡崎さんにお見せしたくて。失礼します。すごい。すごいじゃないですか。どこからどう読んでもこれまでで一番の出来ですよ。けど、どうしてこんなにいい原稿がいきなり？この原稿は、欲求不満な私の願望なんです。え？私にはあなたが必要です。そして、これからは私もあなたを支えたい。好きです。和也さん。世界で一番。これと、あれも、これも、そっちも、あと、ナスとキュウリとこの大きいゴーヤをくださいな。まさかあれを使ってのプレイとか。さあ、今夜はこれでゴーヤチャンプルにしましょうね。せっかく最近のヒロインのキャラ属性が香織さんから離れて恥ずかしさは減ってきてたのに、これじゃ逆戻りだ。いや、他ならぬ彼女の恥ずかしい妄想とか、のろけを全国の読者に読まれてるみたいで、より一層恥ずかしいよな。ところで、この漫画の感想、それだけですか？些細なこととかでも何でもいいから聞かせてください。それはその、多分、これどう見ても俺たちですよねって、俺に言わせたくて仕方ないんだろうな。和也さんは意地悪です。そうそう簡単に誘導されるのは面白くないからね。もう、前に言ったじゃないですか。私が漫画を描くとき、あなたとエッチなことをしたいって気持ちをぶつけて描いてるって。うん、覚えてるよ。この原稿もですよ。この原稿でやってることを近い将来本当にできたらいいなって。え？子持ちのエロ漫画家っていうのも結構悪くないかなって。ダメですか？またアイディアが湧いてきました。メモ取るのでお時間いただけますか？ああ、ゆっくりでいいよ。